今日は皆さんからのコメントの中に、こう寝ながらストレッチをしたいというコメントがあったので、こう寝ながらこう体も気持ちもリフレッシュしてもらえるようなストレッチを紹介していきたいと思います。なので今日のこのストレッチは、ここを中心にしっかり伸ばしますっていうよりかは、寝ながらなのでこう体も気持ちも気持ちよくなったりリフレッシュしたり、まあ、寝起きでもいいです。こうベッドの上でとかマットの上でゆっくりストレッチをしてもらえるような解説していきたいと思います。それではやっていきましょう。まずもう寝ながらなので上向いて寝てもらいます。で、まず上に体の力抜いて上に伸びます。ぐーっと伸びて力抜いてください。これをだいたい3回ぐらい、2回目ぎゅーっとまっすぐ上に伸びます。はい、力抜いて3回目ぎゅーっと上にしっかり伸びましょう。はい、 OK です。で、次は足を外側から内に丸く膝で円を描くように股関節を動かしていきます。5回ぐらい、3回、4回、5回。そしたら反対に5回回します。できるだけ膝で大きく円を描いて4回目、足が重くて回らないって方は手でサポートしていただいてもいいです。大きく回します。反対も一緒です。まず外側から内側を通して大きく円を描きます。3回、はい、反対、しっかり骨盤を動かしていきましょう。2回、3回、4回、ラスト5回。で、次は膝を抱えて自分の方向に引き寄せます。まあ、股関節、お尻、この股関節、太ももの後ろが伸びていると OK です。これだいたい30秒ぐらいゆっくり呼吸を止めないでストレッチを行ってください。30秒ぐらいできたら反対も一緒です。膝を自分の方向に引き寄せます。無理をしないで気持ちいいなってところでキープをしながらストレッチを行ってください。次は膝を立てて肩幅より少し広めに足を開いて膝を内側に倒していきます。10回ぐらいかな。4、5、6、7、8、しっかりこの付け根から膝を内ももにキュー、膝を内側に入れてください。10、だいたい10回ぐらいでOK です、はい、でそれができたら、膝を曲げてクロス、腰を少し伸ばしていきます。
この時も無理をしないでゆっくり膝がクロスさせてマットにつかなくても大丈夫です。ゆっくり、いた気持ちいいなーってところでキープをして徐々に伸ばしていきましょう。はい、反対、ゆっくり伸ばしていきます。ストレッチやってるときは絶対に息を止めないようにゆっくり呼吸をしながらストレッチを行ってください。はい、OK です。で、次は手を肘と肘でクロスさせて肩のストレッチを行っていきます。はい、反対。で、次は頭を持って首を少し伸ばします。しっかりこの首の横側が伸びているのを感じてください。はい、反対。ゆっくり伸ばしていきましょう。次はうつ伏せになります。うつ伏せになって足を肩幅より少し広めに開いて、かかとから、股関節の付け根からかかとに向かってこう足を内側外側内側外側足を動かしていきます。大体30回ぐらいを目安に内外内外と足を動かしていきましょう。で、次は肩の横に手を置いて足は肩幅ぐらい開いて肘を伸ばしていきます。で、この時に腰が痛いなって感じる方は肘をついてストレッチを行ってください。で、この時にできるだけ肩が上がらないように肩を落として首が長くなるようなイメージでお腹をゆっくり伸ばしていきます。で、そのままゆっくり背中を伸ばします。はい、以上、寝ながらストレッチでした。
いかがでしたか？本当に自分のペースでゆっくり焦らず寝ながらストレッチを行っていただければいいなと思います。終わった後ちょっとこうじわーっと体全体が温かく感じたり、なんか気持ちもリフレッシュしていただけたら嬉しいなと思います。それでは皆さん一緒にやってください。ではまたねー。